こんにちは、ゆうほるんです。宮城の方からファンレター送っていただきました。ありがとうございます。早速見ていきたいと思います。じゃん。ほるんさんへ1ヶ月ぶりのお手紙ですね。本名が嫌いな理由は、虐待、いじめを受けた名前だからかな。多重人格かなって思うんです。そう思った理由は、自分の中に何人もの人がいると感じたからです。過去病院には行ってません。そう思わざるを得ない出来事がありました。内容は、軽く。最近彼氏ができました。彼氏に人格が変わると話し方が変わるねって言われたんだ。過去いつ気づいたのかはわからないけど、その時に僕たちの存在に気づいた。今まではなんで俺とか僕っていうのが自分でもわからなかった。僕が把握している人格の数は65人ぐらいです。どれが本当の僕なのかわからない。僕たちの存在が邪魔なのかな。僕の気持ちかくね。あ、これは自分の中の他の自分に対する思いですね。信じてたのにいつも離れていく。自分の中で他の自分たちがこうお互いになんかこう信じられないといったようなことをこう気持ちがそういうのがあるのかな。で、ホルンさんとその彼氏さんと、あとそのネット上の友達だね、うん、じゃないと、信じられないと。で、その自分の中の他の自分の子が、ホルンさんのお帰り好きって言ってたけど、僕は軽々しくホルンさんの曲を好きって言わないでほしい。僕の命を救ってくれたホルンさんやホルンさんの曲を、簡単に好きとかいいねとか、言われたくない。どうして僕たちがいるだけで嫌われるの。一人ぼっちになりたくない。自称をやめたい。でもやめられない。最近ディスカをする回数が減ってる。僕の中にいる人格を少し紹介するね。ということで、後のお手紙にはそのお名前がこう書かれていますね。計18人が兄弟人格。はい、あ、それを教えてくれたんですね。はい、まあそういうのってね、まあこういろいろこう辛いことが、まあね、あの自分も多分聞いてないことがいろいろあるんだと思うんだけど、やっぱりその小さい子がいろいろあってね、まあその時その時のそのね、どうしようもないようなその辛い状況、その受け止めきれないようなその辛い現実、うん、をなんとかこうその時その時を乗り越えるために、そういった形でね、その別の自分っていうものが出てきて、まあそれが増えていったんだと思うんだよね。この65人っていうのどうやって把握したのかな。まあでもね、その最近彼氏ができたってことでよかったね。まあそのなんか自分の中にいろんな自分がいて、なんかそれがちょっと変な、なんかこう居心地の悪さというか、なんかちょっとやっぱりそれがあることでなんかうまくいかないこととかあったりするのかもしれないけど、俺もそういう別に専門家じゃないからね、もちろんわかんないことたくさんあるんだけどさ、前にちょっとなんか調べた感じだと、やっぱり基本的にそれをどうこうする、そのなんか多重人格かなって書いてあるけど、それをどうこうするというよりもね、その虐待いじめを受けたっていう書いてあるけどさ、やっぱりそういう、やっぱりそこら辺の過去のその問題をやっぱり解決するっていうことなんだよね。ある意味ではそういう辛いね、その時その時の状況を、まあだから、まあ自分というものを守るためであったりっていう、そういう理由からそういったものが、ね、出来上がったっていうことも考えられるしね。まあただその自分の中で、そういろいろこう自分と自分がこうなんか戦ってるというか、ね、ちょっとこう言い合いになっちゃったりというかね。だからそういうところからこう、なんかまた、なんていうかな、ちょっとしんどくなっちゃったりとか、なんかそういうところがもしあるんであればね、まあ、ちょっとその詳しい方に相談してみてもいいかもしれないね。まあでもきっとね、まあさっき話した通り、やっぱりそのね、辛い状況でそこをなんとかね、耐えて乗り切るために、まあそういうね、その多重人格かなって書いてあるけど、まあそういう風にね、いろいろこう自分の中で自分が増えていったんじゃないかと思うし、だね、どちらかというとそこじゃなくてね、うん、やっぱりそのね、書いてあるその虐待いじめで、そこら辺が大丈夫なのかなって、まあ心配だよね。で、これから新学期が始まるんだよね。なんかこの彼氏さんがね、できたことで、なんかこう楽しい時間とかがね、こう増えるといいよね。なんかそういうところでなんかこう楽しいなって思える時間とか、なんかこう楽だなって思える時間が増えていくとね、またこう心の安定も変わってくるだろうしね。で、そういうのがね、こうディスカをする回数とかにもきっとやっぱ繋がっていると思うしね。ね、音楽を聴いてくれてる時間に加えてね、これからその彼氏さんとの時間もね、どんどん増えていくといいよね。
はい、ということでお手紙ありがとうございます。ね、今回も自分自身のことを教えてくれてありがとう。ね、彼氏ができたということで、おめでとう。うん。ね、とにかくね、彼氏さんと楽しい時間をたくさんね、作ってください。それがね、その心の安定にも繋がってくるから。うん。ということで、ゆうゆう本でした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。